金子とペアリングはさ、ま、なんか前にちょっと話した通りというか、もうそれしかないんだけどさ、あのね、ココがさ、まあまあ前本当に話した通りなんだけど、なんかね、運営さんの結構若い感じの女性がね、結婚指輪をしてて、あ、あの人結婚してるんだみたいになったの。運営さんとね、そういうさ、結構プライベートな話ってしないから、聞かないから、そこで初めて知ったのね。で、別にさ、その指輪を見ただけで、本当に結婚してるのかどうかは聞いてないんだけど、それをなんかココと一緒にさ、まあ、見たときに、そういえばなんか結婚してたねとか言って、ねーみたいな、リア充だねーとか言ってさ、なんか、指輪でね、左手の薬指の指輪で結婚してるかどうかわかるっていうの、いやー、リア充だね、まったく、もう、一生縁ないよーとか言ってたら、なんかココが、じゃあもう、私たちも、ペアリング、買おうぜって言われて、え？僕とココがペアリングすんの？え、しかもその左手薬指に？って思ったんだけど、なんかね、断る理由もねえかって。まあな、だってそこでさ、え、やだよ、気持ち悪いとかさ、別にそう思ってない。別に、なんか、まあいいか、と思って。お揃いのアクセサリーを持ってるとか結構あるからさ、え、スイちゃんとかともさ、お揃いのものがあったりとかするからさ、え、そうでしょ？断る理由なくない？嫌だよみたいな別にないからさ、あ、いいよって言って、なんか指輪をね、その、一週間後くらいに買いに行ったんですよね。あれ、いくらぐらいあったかな？そんな高いのじゃなくて、4桁ね。お互い二つついてるの、色違いかな？あれ？色違いだったっけ？ちょっと忘れちゃったんだけど、4桁万円じゃねえって。いくらだよ？ 9980 円？いや、そんな高くなかった。いや、でも笑えるのがさ、僕もここも指輪をつけるとかいうさ、なんていうの？この、なんか、生活でね、そういう癖がないのね。僕なんかね、ちゃんと、あ、つけとこうかなと思って、一応つけとこうと思ってつけたら、今度はココがつけてなくてさ、いや、お前つけてねえじゃんとか思ってさ、お前つけて、なんか、お前つけてないじゃん言っといて、言い出しっぺのくせにと思って、で、その次はココだけがつけてて、僕がつけ忘れてみたいな。結局あんまり、同時につけてることがね、ないですね。そう、すれ違い通信。そう、それでさ、なんかアクセサリーのお揃いとかいうのって、なんか女の子よくしがちだからさ、そういうのもありなんだなーとか思ったよ。